皆さん動画ご覧いただきましてありがとうございます。この動画ではですね、3セットワークアウトという、まあ、長文問題集なんですけども、こちらを作った際のですね、私自身の思い、コンセプト、あるいは、こういう紙面になってますよという紹介、そのあたりのお話をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。リーディングの指導、長文読解の指導というのは、まあ、おそらく多くの学校で取り組まれていることだと思います。でそこでよく生徒が相談に来るのはですね、長文読んだ後に何をどう復習していいかわからないとか、一通り先生長文問題集買ってやったんですけど、こう力がなんか伸びないんですけどっていう、そんな悩みよくあります。私もよく聞きました。で自分自身の授業もかつてはですね、長文問題じゃあ解いてねって解かして、解説をして和訳配って終わりというスタイルだったんですけど、それだと先ほど言ったような悩みを持つ生徒の悩みは全然解消されなかったんですよね。授業自体は受けてふんふんってなるけど、その後どう力を伸ばしていいかわからないというような声は多く聞いていました。でだったら一回読ませた長文で復習テストみたいな感じで違うアプローチで何とか解かせてみたらいいんじゃないかと思いついたのが10年前ぐらいでしょうか。高2高3を持っていた頃です。で実際そのようにやって、で生徒もあこれいいですね、勉強になりますねと言ってくれたし、力も伸びてったという経験をしましてですね、今自分が長文読解系の授業をするときはそんなスタイルでやっています。で、であればですね、せっかく、まあ、いい方法を見つけたという思いがありましたので、なんとかこう高校生の皆さんの手元に渡る書籍という形で実現できないかなと思ってですね、アルクさんと相談して出来上がったのがこの3セットワークアウトという問題集です。紙面をご紹介すると、一つのユニットレッスンですか、トピックに関して、3種類の問題がついています。1つ目はまあセット1と呼んでますけども、まあ、これ通常の問題集の形でしょうか。長文があって設問があると。で従来はここで終わっていたんですけども、セット2でですね、そこに出てきた、語句は分かってますかというチェック、それから、そこの長文の中で少し読みにくいよねとか、この構文大事だよねというものをピックアップをして文構造を取れますかというチェックをセット2でやります。だからセット1では内容ベースとなリーディングをして、セット2では語句あるいは精読といったところをチェックすると、2段目の読み方ですね。でここで終わりにせずにですね、この後生徒は音読ですとか文章の丁寧な読み直しを重ねて、そのチェックも最後にできるようにセット3でファイナルテストというものを用意をしています。まあ空所補充だったり語文訂正だったり並べ替えだったりいうような設問で、内容面、文構造面、きっちり理解できてますかというチェック、それから最後に、チャレンジ問題として、ここの長文で大事だよという形で学んだ文構造と似たような新たな文章を用意してまして、きっちり読めますか。結局新しい文章を読めるようにならないと力ついたことになりませんので、そんなチェックもできるように、作りました。でこの方式はかなりこの手の長文問題集では珍しいもので、大体の問題集はやっぱりワンパターンで終わっていきますから、従来の問題集とはコンセプトが全然違くて、繰り返して同じ素材を使うことで力を伸ばそうという思いがギュッと詰まった本であります。まあ、長文の問題集を何かこう生徒に渡そうかなと思った時に、おそらく先生方もどんな素材載ってるのかなというのをご覧になると思うんですけども、トピック自体もこだわって、選んでいます。まあ、バランス、一つはバランスがいいことですね。文系の話ばっかりとか理系の話ばっかりにならないように、いろんな分野の文章が読めるように、それからやはり読んでですね、何か学べるとか何かこう
あ、そうだったんだと驚きがあるものっていうものの方が読んだ甲斐もあります。あの生徒さんも次じゃあどんなトピックだろうって読む気持ちも高まってきますので、なるべくそういった素材を選べられるようにですね、結構時間かけて素材選びはしたつもりです。リンクで資料を見れるようにしてあるんですけども、英文素材表というのが資料の中にございまして、こんなタイトル見ていただければ、あ、こういうトピックがあるのね、結構面白そうだねって思っていただけるのかなというふうに思ってます。実際私はこの素材全部授業で使っていまして、自分の授業で使いまして、読んだ後の英作文の活動、例えば書いてあることに対して賛否を表現させるとかいう活動が盛り上がりやすかったものを選んだり、生徒の評判が良かったものを選んでますので、外れはないんじゃないかなというふうに思っております。よろしければご参考にしていただいて、シリーズで3冊ございますので、入門編、標準編、発展編と、生徒さんの段階に合ったものを選んでいただけるとよろしいのかなというふうに思っております。よろしくお願いします。